日本代表チャンピオンズリーグに挑戦したら案外いいところまで行けちゃう説。カタールワールドカップで活躍した日本の精鋭、日本代表。当チャンネルでもこれまで様々な検証を行ってきたが、今回は日本代表のチャンピオンズリーグ挑戦。チャンピオンズリーグといえば毎年行われるヨーロッパナンバーワンクラブ決定戦、実質世界一のクラブを決める祭典だ。日本代表は CL でどんな結果を残せるのか、早速検証スタート。なお今回はセルティックに日本代表選手たちを集結ということで始まったチャンピオンズリーグ、日本の選手たちは再び世界を震撼させることはできるのか。まずはレアル戦、試合は前半6分の大ピンチを運んで耐えると、その後も終始攻め込まれる展開が続く。しかしディフェンス陣の奮起でなんとかレアル攻撃陣を抑え、スコアレスでディフェンディングチャンピオンを相手に堂々の勝ち点1を獲得。すると第2節のシャフタールドネツク戦では、前半31分いい位置で三笘にボールが渡るとヘナ内で倒され PK を獲得。キッカーは鎌田、これを確実に決めれない。そろそろ PK を克服しないとトーナメントでは勝ち上がれないが、そんな中68分、その鎌田から前田にボールが渡ると強靭な反転から右足一閃、ワールドカップで覚醒した韋駄天前田のゴールで先制点が決まると、試合はそのまま終了。日本が貴重な勝ち点3を獲得した。その後のライプツィヒ戦では、前半終了間際にごちゃごちゃしたところを押し込まれゴールを許すものの、後半開始早々日本の10番南野が豪快なボレーを叩き込み、まさかのライプツィヒとも互角の戦いを見せる日本代表。結局試合は1対1のドローで終わり、この試合も勝ち点を獲得。グループリーグ3試合を終え勝ち点5、レアルに続き堂々の2位で折り返すことに。しかしグループリーグ後半戦、前半32分後がないライプツヒにゴールを決められると、その後日本の反撃はゴールに届かず黒星スタートとなってしまう。さらにアウェーに乗り込んだレアルマドリード戦、前半14分、韋駄天前田がディフェンスラインの裏へ飛び出しチャンスを作る。しかしここはわずかにポストの右。しかしその後は CL100 戦連磨のマドリーの攻撃をなんとかしのぐ展開が続き、前半を折り返す。するとエンド変わり73分、嫌な位置でフリーキックを与えるとアラバに直接決められ、残り15分というところで痛い失点。その後は日本の緊張の糸が途切れ、終了間際にもゴールを許し、終わってみれば0対2と力の差を見せつけられる結果となった。グループリーグ後半の大失速で順位は3位に転落。後がない日本代表は最終節でシャフタールドネツクと対戦。試合は5分、日本のエース三笘にボールが渡ると得意のドリブルで中へ切り込み、出ました、コントロールショット。これが今世界から大注目の100億の男、伊藤も簡単にネットを揺らしてみせた。さらに27分にも鎌田のクロスから南野がネットを揺らし前半で2ゴール。試合はそのまま終わり、日本が望みをつなぐ勝利。グループリーグを突破することができたのか。大逆転突破、わずか1ポイントの僅差でグループリーグ突破を決めた。こうして迎えた決勝トーナメント、対戦相手は2021年 CL チャンピオンに輝いたチェルシー。日本代表はワールドカップで叶えられなかったベスト8の壁を越えることができるのか。キックオフ、試合は11分、まさかの日本代表が先手を取る。シュートはブロックされるものの伊藤が詰め惜しい場面。さらに22分、再び伊藤がゴールを狙うもわずかに左にそれる。すると前半終了間際、
チェルシーのフリーキックは日本のゴールへ一直線。世界の技術を見せつけられ、ワールドカップで何度も見た1点ビハインドで前半を折り返すことに。そんな中、エンド変わり後半開始早々、右サイドの伊藤が起点となりクロスを上げると、ヘディングは惜しくもゴールならず。しかしチェルシーがゴール前でバタつき、なんか入った。世界のトップクラブでもこういうことがあるのがサッカー。いや、ないだろう。何はともあれ、同点に追いついた日本はその後チェルシーの攻撃をなんとか耐え、ファーストレグをドローでしのぎ、勝負のセカンドレグへ。試合は18分、前田が前線で突っかけると、そこから一気にカウンター。ゴール前で再び前田にボールが戻ってくると、一人でシュートまで持っていく。さらに25分にも前田にチャンスが訪れる。しかしここは足元が滑り枠を捉えられず。そんな中50分、イケイケムードの日本はコーナーのこぼれ球を拾うと、田中碧が素早い反転からシュート。この試合は日本がチェルシー相手に先制ゴール。このゴールで完全に試合の主導権を握った日本は、60分にも日本のエース三笘が裏へ抜けるとゴール。これが世界の三笘。日本がチェルシーを突き放すダメ押しゴールを奪う。その後終盤に1点を返された日本だったが、終わってみれば2対1とチェルシーを圧倒。若き侍たちの活躍でチャンピオンズリーグベスト8へ駒を進めた。日本のベスト8の対戦相手はスペインの強豪アトレティコマドリード。初の CL 制覇に向け気合十分のアトレティコ。試合は34分、フリーキックを直接決められ失点。さらに57分、技ありミドルが決まり、ファーストレグを0対2となすすべなく落とす。背水の陣で迎えた勝負のセカンドレグ。日本代表は2点ビハインドをひっくり返すことができるのか。試合は35分、鎌田のロングシュートがネットを揺らす。このゴールで日本はアグリゲートスコアを1点差にし、まだまだわからない展開に。しかし39分、そんな日本の希望を打ち砕く無慈悲な一発がネットに突き刺さり、再びスコアを2点差に突き放されると、その後日本の反撃は実らず、そのまま試合は終了。日本はベスト8で姿を消すこととなった。とはいえ CL ベスト8は上出来なのではないか。ということで検証結果、日本ってこんな強いんでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。